アメリカ国防総省のライダー報道官は19日、公海に展開中のアメリカ軍の駆逐艦がイエメンから発射された巡航ミサイル3発などを撃墜したと明らかにしました。ミサイルはイランが後ろ盾となっているイスラム教シーア派系の武装組織フーシ派によって発射され、イスラエルに向かっていた可能性があったとしています。